しっかり勝ち上がれたというのはすごく大きいんですか。そうですね、うん、しっかり自力で、うん、まくり勝ち上がれたのが良かったです、うん、はい。まあ、レースをすごく、まあ、自分でこうリードしてというか自分でこう流れも、そうですね、うん、前受けして人任せでレースするよりは、うん、後ろからでも一回動いてレース作る方がいいかなと思ったので、うん、はい。まあ、その後の自転車の進みも、いや、うん、なんか自分の好きなレースに持ち込んだんで、うん、進みが良かったっていうか、はい。まあ、確かに切れ味よりこう重厚な感じで、そうですね、周りが落ちてただけですか。ただその G1 の2次予選のクラスでこれだけ安定した戦いをもうこの、まあ、去年とかできるようになってきているというのは、そうですね、はい、うん、ちょこちょこ順位に上がれたりできてるんで、うん、まあ、自信にはなりますけどね、うん。四季さんとこうワンツーで勝ち上がったりとかも、もう本当に一気に流れも向いてくるでしょうか。そうですね、準決勝、まあ、番組分からんすけど、うん、まあ、3着でもいいんで、うん、決勝乗りたいですけどね。本当に去年のその帝王カップダービーの時も考えると、そのチャンスがない位置にはいないわけですよね。もうあるところに来てる、まあ、でも、まあ、どうなのか分からないですけど、うん、まあ、まあ、番組次第ですけど、うん、まあ、自分の仕事、できる仕事をしてしっかり、まあ、終えたらいいです、無事終えたらいいですけど、うん、まあ、その先に決勝があればと。そうですね、はい、やることやってれば、うん、いつか乗れると思うので、はい、じゃあそれが今回になることを期待してます。そうですね、僕も期待してますけど、うん、まあ、明日は見てもわからない。